すごい、ここで業務連絡です。ここね、ベルギアンマンネケ、これうちのサークルの業務連絡になりますけど、副代表のシアさんに、ベルギアンのワッフルのベルギーワックスのマンネケンさん、あのラブレーズンです、販売終了になってました。レアキースとかね、玉座とかにね、変わってて、どうも期間限定だったみたいでね、あれね、今売ってないみたいです、ごめんなさい。以上、スターステーズサークル内の業務連絡でございました。何かというと、あのうちの、ね、副代表が実はね、あそこで売っとったあのラムレーズンのね、あのワッフルが売ってたんですよ。これがね、めっちゃくちゃうまくって、確かにね、私も食べたんですけどね、あの半端ないぐらいうまかったんですよ。 ですんでね、そう、うん、あのこっちの方寄った時にはね、吉成っていうことだったんですけど、残念ながらね、あれ期間限定だったのかな、今売ってないみたいですね、残念。ということでね、とりあえず一宮はこんな感じと、いうことですね。駅前も、ね、駅の中もね、いろいろ食うもん増えましたからね、モスに大阪王将なんかもね、奥に入ってますし、ココイチなんかもね、できてます。で、ココイチはね、言うてあの忘れられがちですけど、このココイチ番屋、本社はこの一宮ですからね。そうですから、これ本社のお品元のココイチ番屋でございますからね、そういう風になると格式が出そうな、そんなもんかどうかな。まあどちらにしろ一宮確かに多いのは多いですかね。あちこちにちっちゃいね、昔ながらのココイチがあったりします。ココイチ多いのは多いですよ。隣もスタレココっていうね、ココイチのやつあれですしね。まあ今日は今ガッツリ食べたから大丈夫ですけどね。というか、まあ別にココイチどこでね、よかった趣味なんどこでも食えますからね。そう言うてね、駅前にスタバも入って、駅もこの真ん中にねスタバが入ってるとかね、いいですよね一宮。言うてちゃんと本屋さんもありますしね、いい街ですよ一宮。うん、名鉄百貨店もありますからね。さあということで、一宮の紹介はこれぐらいにして、さあ帰りましょう。もう7時ですよ。言うてそろそろね、四日市、桑名ですよね、帰らないといけません。で、これね、桑名ってのが味噌でね、今から桑名に帰ろうと思うんですけど、実はここから桑名に行く方法っていうのはいくつかあります。パッと思いつくのはこれですよね。 JR でそのまま桑名に行くんですけど、これ770円かかるんですよね。ただこれ300円であれ降りて、そこから乗ったらこうのが確かね、300ぐらいで600円か700円切るぐらいで収まるはずなんですけどね。で、まあそういう裏技も置いといて、まああるし、で、あとは、名鉄で名古屋に行く方法ですよね。あともう一つあるわ、まとめよう、行く方法いくつかあります。まず一つ目がね、名古屋経由で、桑名に行くっていうやつですね。まあ、この場合名鉄も使えるし JR でも行けますよというルートがあります。で、2つ目が、大垣ルートですね。要は、前にも行ったことがあります、水穂市ね、のいた穂積駅行ったとルートの、途中からですね、ですからここから JR のがいいな、この場合は。で、大垣まで行って、名鉄は岐阜までしか行ってないんでね、 JR で大垣まで出て、大垣から養老鉄道で、そのまま桑名に行くっていう手段。まあ、一応名古屋経由はこうでしょ、で、大垣経由はこういう感じでしょ。で、それと実は、忘れてはいけない、もう一つ奥の手があるんですよ。それがですね、ショートカットルートが実はあるんですね。これ見ると分かりやすいです。ちょっと地図をお借りしますけど、こんな感じでね、今一宮じゃないですか。で、名古屋からズトーンと降りてくよっていうルートもあるんですけど、これだとちょっと大前じゃないですか。なんとショートカットするルートがあるんです。ここから一宮からズトーンと降りて、そのまま島経由で雇みに行くっていう、このルートがあるんですよね。これだと真ん中ショートカットしていけるじゃないですか。
お、これいけるんちゃうかってことで、今日こっちで行ってみようと思います。微細線ですね、名付けて微細線経由でね、行ってみようと思います。でこの場合は、タッチが普通にタッチ行った方が安いかな、IC カードね行こうと思いますよ。で、あ、でも時間が今微妙、あ、ちょうど出てたところか。で、次19時28分ね、これで行きましょうか。あ、でも思ったより早く来ますね。本数少ないんですよね、こっち。どこにあるかな。こんな感じ、玉の雪ね。頭の雪じゃない、こっちね。対馬方面のこっちです。あれはこっちは1時間4本あるのか。こんな感じで対馬まで行くやつがあるんで、これに乗って対馬から、あっちですね。また、八海方面に行きましょうということでございますね。ちなみにこれ玉の雪っていうのも微細線ではありますけど、直通はありません。必ず両方の列車がここで止まって折り返していくっていう構造になってますんで、こんな感じになってますよということですね。ちなみに神宮前まで行くやつがあるんですね。これはなかなかすごいですね。ということで説明も済みましたので、じゃあ早速、名鉄微細線でね、微細線としませんか、乗り合わせで、行ってみたいと思いますよ。でもすごいですね、もうこんだけ、隣り合ってある、隣り合ってね、 JR と名鉄とかちゃんとでっかく名鉄って書いてますもんね。でこれでよいしょ、もう IC カードでタッチすれば入れますからね。よし。